ヨハン・ロックストロームは地球規模の持続可能性に関する分野で国際的に知られるスウェーデン出身の環境学者。ストックホルムレジリエンスセンターの所長として12年を務めた後に2018年10月にドイツに本拠地を置くポツダム気候影響研究所の所長となった。ロックストロームは地球規模の持続可能性の問題について 国際的に認められた研究者である。2009年には、アースリーグのチームを率いて、プラネタリーバウンダリーの枠組みを開発し、地球が急激な変化を遂げている時に人類が発展を続けるための前提条件を提示した。ロックストロームは、ポツダム気候変動研究所の科学諮問委員会の副議長を務めている。2010年には、雑誌、ミリオクチュアルトは、 環境問題において、スウェーデンで2番目に影響力のある人物であるとし、スウェーデンのビジネス史別館サファラーからは、ソーシャルキャピタリスト賞を授与。2011年には、ストックホルムで行われた、地球規模の持続可能性に関する第3回、ノーベル賞受賞者シンポジウムにおいて、議長を務める。ストックホルム大学教授であり、 ストックホルムレジリエンスセンターの所長として12年を経た後に2018年10月にドイツに本拠地を置くポツダム気候影響研究所の所長となった2004年から2012年までストックホルム環境研究所の所長だった今世紀中に平均で気温が4度の上昇する恐れがありますこんな経験はありません 過去400万年間で初めてのことです。それは未知の領域です。ヨハン・ロックストローム2016プラネタリーバウンダリーイコール9個の地球システムにおける人類生存のための安全な活動領域とその境界2009年、ロックストロームは28人もの著名な学者からなる国際的なグループアースリーグを率いて 持続可能な発展の前提条件となるべく、新しい地球システムの枠組みとして、人類が生存できる安全な活動領域とその、限界点イコールプラネタリーバウンダリーを把握する、ことで、人類にとっての壊滅的変化を回避できるのではないか、そのようなバウンダリー、イコール限界点がどこにあるかを知ることが、大切であるという、新しい考え方を、 政府や政府関係機関に対して提案した。この概念は2009年に論文として公表され、全文がエコロジーソサイティに、またその要約版がネイチャーに掲載された。この枠組みは、この惑星の地球システムのプロセスには超えてはいけない、境界値、または、敷地値があることを仮定する。学者グループらは、これらの境界を超えない範囲を、 人類の生存のための安全な活動領域と呼んで注目している。学者グループらは人間の生き残りに不可欠な9つの地球生存支援システムを特定し、これらの7つシステムのうちがすでに飛び越えてしまっているものがないかどうかを定量化しようとした。これらのバウンダリーを超えて、 地球の居住性を悪化させる可能性のある不可逆的かつ急激な環境変化のリスクや脅威について学者らは人類の生存が脅かされる前に人類はどれほど開発を続けることができるかを見積もった。プラネタリーバウンダリーは人類が発展の領域の余裕を特定し人間開発のための安全な領域を定義することができる。そして人間による地球への悪影響を 最小限に抑えるアプローチへの改善を促す。上記の論文は9つの地球システムにおける限界値の評価が行われた。メディアを再生するヨハン・ロックストロームの声明。ありがとうございます。